漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあ、今回も元気にハムってまいりますぞ。というわけで今回も高速周回編成のご紹介でございます。今回周回するクエストは、こちら、新章2章ベリハゴの2の5でございます。今現時点での育成上限のクエストですな。さすがにこちらを3ターン周回というのは、なかなか厳しいものがありますので、今回は4ターン周回編成でございます。こちらも5の2の4と同じく、光と闇の杖もドロップしますので、育成上限を目指しつつ杖も、回収したいというわがままな方に、大変おすすめな周回場所になっております。だがしかし、ゲンちゃんじゃない方の源流が、弱点がなくて硬い、火ダメがでかい攻撃がある。ということで安定して4ターンというわけではございません。そして編成難度も高めでございます。その点をご理解いただいて、ご覧くださいませ。それでは今回周回していく、パーティーのご紹介でございます。はい、限定モリモリブルジョアパーティーでございます。でも、この編成でなければいけないというわけではございません。そこら辺も踏まえて今からお話ししてまいります。まず今回採用した陣形はカラフルレンジャーズでございます。配置は、このようになっております。ちなみに今回の編成で、西欧とモニカのところは自由枠です。しかし、自由枠といっても置物でいいというわけではありません。条件は火力が出せるスタイルです。火力が出せるなら誰でも、大丈夫、のはずです。だいたい2万、5000から3万くらい出せるのが、理想ですね。武器成績は槍プラス、冥王剣を食らうと即アイバーしてしまいますので、一応打耐性が上がるように、心がけた装備にしております。3ターン目と4ターン目に、ヘブンズダイブを打つのがお仕事です。続きまして自由枠その2。カラフルの器用さ枠で火力が、出せるスタイルということで、モニカを選択しましたが、モニカである必要は、ありません。武器成績は、召喚プラス、打耐性を上げつつ、器用さが上がる装備にしております。3ターン目にファイナルレター、4ターン目に百花繚乱を、打つのがお仕事です。百花繚乱の威力が、心もとないのが残念ですけどね。そしてここからが必須枠です。今後の周回のキーマン、になりそうなゲンちゃんこと源流。武器成績は、HP 満タンプラス、素早さを意識した装備にしております。まあ基本、ゲンちゃんより早く動かれることはないですけどね。まだまだ技の育成は進んでおりませんが、ランク99になったらどうなるのか、恐ろしやですな。もはや説明不要でございますな。武器成績は、HP 満タンプラス、あとは知力アップの装備です。BP 調整はなし。そしてバルテルミー。今後は、この3キャラ編成の、周回が主になるんですかね。武器成績は熱プラスになってますが、HP 満タンプラスでも OK です。あとは知力が上がる装備にしております。ラウンド3での単体火力として、マグマプロージョンを継承。以上のメンバーでお届けしてまいります。ラウンド1はジョートバルテルミーの、ファストデイソー。ラウンド2はゲンちゃんにお任せ。ラウンド3は、冥王剣が飛んでこないことを祈って全ぶっぱです。
あ、じゃ、とあー。ま、まあ、ゲンちゃんは、もうほとんど、仕事終わってるんで、たまーに高い素早さを活かして、回避してくれるんですけどね。まあ、西洋とモニカに飛んでこなかっただけマシってことで。という感じで、4ターンなら周回することが、可能です。ちなみにバルテルミーのところは、そこそこ火力のあるファスト技があるスタイルで、対応可能です。飛天剣を継承したマドレーンとかでも、いけます。とんでも火力ですな。ほんと。冥王剣以外なら何してきてくれてもいいんです。耐えたでは、自由枠をちょっくらいじってチャレンジしてみます。超火力といえばやっぱりこの人、最終構成男ですな。ただだ耐性が高くないので、事故る確率高めです。冥王剣が左衆男と、モニカに飛ばないことを祈るのに。セフセフ。あとは足が遅いのも、ヒトネックですな。火力は比べ物になりませんけどね。セフセフ。左衆男以外には、水着エレンとかも良さげですな。今は育成ボーナスが乗らないのが、残念ですが。今度は器用さ枠を変えてみました。とランダム要素が絡みますが、ウサコウを使ってみたいと思います。ギフトトリックが1回だけだったら、笑うしかないですな。いけないことはなさそうですな。運が絡みますが。というわけで、ベリハゴの2の5、4ターン周回編成でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。